生ライブ生録音2011年5月1日のカツオプロダクション5月1日のカツオプロダクションカミン来たね。カツオの時間が始まった、カツオの時間が始まった。レゲエが鳴ってカツオが喋り、レゲエが鳴ってカツオが喋り。iPhone マイク、iPhone ライブ、俺はカツオプロダクションです。熱くどこまでも熱く行きましょう。カツオと一緒に、あなたのお家のステレオも、あなたの心の中も、ハートビートヒットしてきっと燃え上がる。カツオとあなた、今日のライブは今日今楽しむ。燃えるお互いに愛と愛で語り合い。始まりました、カツオプロダクション生ライブ生録音。カミン来いよ来いよ、エナジーエナジー。レゲエを聞くとエナジー。好きになったら、好きになったら、一度好きになったら、ハマってハマって抜けられない。レゲエの魅力は計り知れない。だから俺は今日もレゲエが流れて、カツオがマイクを持って、この録音が始まって、魚だけど岩を破るようなロックの気持ちを注入して、マイクを持ってたまたま喋る。ボールを投げる、カツオが投げるボール。これ何球目、高級公式、何式、カツオ式、式折々、式折々。レゲエの魅力は夏だけじゃない。一般の一般常識通用しない。カツオの四季折々の喋り。今日は5月1日のカツオプロダクション生ライブ。息を吐いて息を吐いて、言葉を吸って吐いて、レゲエのエネルギーを常に感じて、土踏まずに土踏ます。土を噛んで土から生まれる。太鼓が鳴ってる、カツオの太鼓、あなたの太鼓が鳴っている。止まらないビート、カツオビート、レゲエビート、スピーカーが鳴らす、アンプが増幅する。止まらない俺たちのビート、時が刻む。ドラムとベースが恋をして、生まれる音楽、スピリチュアリティ。テリオカツオプロダクション生ライブ生録音、スピリチュアリティ。次の曲を選ぶ、レゲミュージック、カツオミュージック。あら、フレームから、曲を選んでる間は、フレームから、どっか行っちゃうのね。次の曲は、何かな？何かな？早く、カモン、来いよ、来いよ。次の曲、曲。これじゃねえ。これだぜ。カモン、カモン、投げぞ。よし！よっしゃ！これは21本目のカツオプロダクションだから、曲もつなごうぜ、曲もつなごうぜ。
画面を見ててくださる皆さん、どこかで会おうぜ、どこかで会おうぜ。あたいがカツオプロダクション、マイクを持ったらこんな感じ、ブギブギ、カツオブギ、埼玉ブギ、ここカツオ埼玉から喋るカツオブギ、タタタタロウタロウ、セワゲロッパゲロンナッパゲロッパゲロンナッパ、21本目のカツオですよ。お酒を飲んでるわけじゃねえ、ナチュラルハイテンションカツオブギ。カツオの武器はスマイリーフェイス。カツオの武器はスマイリーフェイスよな。カツオの武器はスマイリーフェイスよな。ムービノン、ムービノン、アライブ。一日一笑い、カツオのトーク、トーク、マイクロフォンフレンド、カツオと友達、膝小僧とカツオ小僧とマイク小僧と、こそーそこを一段階段登ってさ、また一段階段登ってさ、また二段目の階段登って、三段目の階段登って、四段目の階段登って、五段目の階段登って、五六段目の階段登って、七段目の階段登って。まだ登る？まだ登る？ JP！ カツオは？ファンキー？ファンキースタンドアップ、ファンキースタンドアップ、目まぐるしく曲が変わるから、目まぐるしく曲が変わるから、次はどこ行く、次はどこ行く、早く曲よこい、曲よこい、曲よこい、密林へ、曲よ、曲、曲、来た、かもよ。カツオの時間はまだ終わらないの。PC の画面からはみ出てしまうの。枠は超えてはみ出るよ。あたいは枠の中にはまらないカツオプロダクション。こんな近くになっちゃって。ビッグオプロドマスイカツオプロダクション、どうもありがとうございます。今日は僕の21本目のライブに見てくださってどうもありがとう。どうもありがとうございます。カツオプロダクションと申します。挨拶から始まって、愛と愛で語り合い、分かち合い、触れ合い、求め合い、助け合い、手と手が触れ合って、そこから何かが生まれる、奇跡が生まれる。カツオプディビディビタッチビディビディタッチ、バンバンビリビリ、バンバンビリビリ、バンバンビリ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 、カツオビリビリ、カツオビリ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 、シビリビシビリビリシビリビリ、バン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 、カツオと申しますか。カツオはどこへ行ったのかな。21世紀カツオ、カツオの泳ぐ旅、俺はスイマー、水金地下木、カツオスイマー、今に襲われたらレゲエを聞いて、マイクを持ってあなたの元へ、僕は喋りますカツオです。また来週、また来週、来週お会いしましょうね。テルデムカツオです。喋んなきゃカツオプロダクションじゃないってもんだよな、喋んなきゃカツオプロダクションじゃないと思うんだよね。2011年5月1日のカツオです。煮ても焼いても美味しいよ、太陽光を浴びてさ、さらに心の身長アップ。密林へようこそ。この続きは現場で、この続きは現場で、またねー。